彼が帰還する。ミハイはくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹、アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理なのだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、どう猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで。こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり衛星に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人どもは燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感している者はなかったからな。オーシアをやっつけろ、おおだ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。前回の作戦失敗が示すように、アーセナルバードによって強化された敵正面防空網は突破を困難なものとしている。だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。そこで救援を待っている存在があるからだ。それは環太平洋戦争の英雄であり、軌道エレベーター建設の中心人物でもあるハーリング元オーシア大統領。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中、海戦に遭遇した。施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれたものとして最近まで消息不明となっていた。だが最新の情報によれば、
ハーリング氏は同行していた武官の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会を伺っているらしい。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており、大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜け、そのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されているが、調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー、君にやってもらう。突破後は救出機の着陸地点確保のため付近の対空兵器を破壊せよ。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。機体の準備が整った。速やかに出撃せよ。作戦は失敗だ。レーダーに捕捉されるな。また一切の兵装の使用も禁止する。君はハーリング救出作戦の先陣だ。ミッションの成否は君にかかっている。頼むぞ。ランデブーポイントまでの工程の3分の1を消化した。まだ先は長い。雲を飛行中、着氷に注意。目的地まで4分の1の工程を残しているが、だいぶ来たぞ。もう少しだ。ハーリング大統領は私にとっては今でも大統領なんだ。戦争を終わらせ、軌道エレベーターを建設し、そこから宇宙船まで飛ばした。それでいて気取らない英雄、そんなところが好きでな。状況変化なし、平和なもんだ。ぜひ彼を救出したい。協力してくれトリガートリガー、任務の第一段階をクリアした。ご苦労と言いたいところだが、これからが本番だ。無線風刺を解除、派手に行こう。航続機はすぐに到着する。軌道エレベーター周辺の対空火器を破壊せよ。シーゴブリンのランディングゾーンを確保する。注意、敵のロックオン。メイジス、フォックス2、メイジス、目標を破壊。サムの約半数を破壊した。メイジス、ターゲットを破壊。目標を破壊。対空砲の約半数を破壊した。トリガー、待たせたな相棒。今到着した。ゴーレム隊、トリガーが火の輪をくぐりやがった。次は俺たちの番だ。了解。ガーフエレ隊、前期集中しろ。何をやればいいか分かっているな。前期、敵が反撃態勢を整える前に叩くんだ。全てのサムの破壊を確認。まだ対空砲が残ってる。
すべて排除し、LZ を確保せよ。名実、Cゴブリンが間もなく到着する。それまでに対空兵器を排除するんだ。こちら Cゴブリン、ただいま到着した。LZ は確保できてるか。作戦進行中だ。待機せよ。すべての対空砲の破壊を確認。着陸の障害となるものは排除した。Cゴブリン、着陸せよ。了解。何でも動いても見えたが、まもなくだ。セラタプラの港湾部に敵機が多数出現。コンテナ射出タイプの UAV だ。こちら Cゴブリン、VIPの2人を迎えに上がる。救出機張り付いた。作戦行動開始。着陸した救出機は無防備だ。ゴーレム隊、明治隊、撃墜せよ。休憩はないぞ。できる奴には仕事が集まる。どこでも同じだ。行こう。ガーゴイル隊は軌道エレベーター周辺で待機。こちらシーゴブリン、これより元大統領の元に向かう。コンテナまで走れ。いいぞ、明治2がターゲット破壊。アムス、対岸から撃たれてる。標的になって、兵の影に隠れろ。敵 UAV を全滅させろ。状況が悪化する。打ち返せ。救出はここまで応戦。分断させろ。攻撃を受けている。こちらも動けない。打ち返せ。残りは約半数。相当せよ。 UAV が軌道エレベーターへ接近中。阻止するんだ。元大統領を発見。ガントリークレーンの影にいる。ミスターハーリング、そこを動かないで。ジェイコブが撃たれた。ロケット弾が来ます。Cゴブリン、生きている者は返事をしろ。ハーリング氏は無事か。優秀は疲れてるんだ。こっちの体力が足りにくくなる。よし、いただいた。残り3機。ヘリと周りにいたシエラ2がやられた。サーモンは一致なんだ。クオ、ロケット弾だ。くそ。数が多いぞ。このままじゃ厳しいんだ。私はジョンソン大佐。ハーリング元大統領と共にいる。救出部隊は全滅した。この無線機を持っていた彼は。ハーリング氏を何とか連れ出したい。私も同じ思いです。手を考えます。諦めないで。残り1機だ。すぎる。まずい。守りきれないぞ。エルジア軍の輸送機を発見した。エンジンがかかっている。大佐は元空軍でしたね。操縦できますか。ハーリング氏が操縦するようにはなした。十分です。全体に次ぐ。コールサインはマザーグース1。今データリンクで情報を送った。録音されている。開始しろ。かわいい名前をつけるじゃないか。録音。フォックス2ミサイルだ。ブレイク。トリガー、お前を見てたらこいつらを相手するコツが分かってきたぜ。全ての UAV の撃墜を確認。全機聞け。ハーリング元大統領を乗せた輸送機が離陸する。マザーグース1、離陸せよ。よし、マザーグース1、離陸する。ミスターハーリングが先に感謝の言葉を思うよう書いておられる。帰還してからもう一度聞かせてください。明治隊、マザーグース1が南に向かう。君らが援護しろ。作戦時間残り5分。スカキーパー、レーダーに不明機。方位220。こちらでも捉えた。 MQ101、 アーセナルバードからの先遣隊だ。
親鳥も近づいてるってことか。明治隊はマザーグース1の護衛だ。近づく UAV を撃墜しろ。ゴーレム隊は UAV をインターセプトせよ。ゴーレム1、ビルコ、奴らのことは前の戦いで学んだ。ゴーレム2、お前は俺から離れるな。常にエレメントを維持しろ。ビルコ、ついていきます。またトリガーか。奴にばかり働かせるな。ロックンされてる。メイジス、ロックオン。了解。離陸者輸送撃を外した UAV を近づけます。警告射撃をさせろと言っています。はい、旧体制派の老人将校です。無人機の運用を理解してません。マザーグース1、 UAV が張り付いた。注意しろ。注意しろとて、俺は戦闘じゃないんだ。敵 UAV 撃墜。この調子で頼むぞ。了解。すでにアーセナルバード1機が戦闘区域へ向け移動中。メテク AI はジャスティスではなくリバティを選択。すでに進路変更済み。ロックされてる。ミース、ミサイル発射。いただきだ。逃げたまま。ラグビーは、あいつはまだなのか。ラグビー隊、俺からの指示を待て。これが、東大が、敵 UAV を撃墜。港が破壊されれば、彼らは帰還できなくなります。あれは我が国の船ではない。合図はまだなのか。レーダー照射、ロックオン。ガーゴイル隊、無線の周波数を切り替えろ。こちらマザーグース1、この空気を離脱する。作戦時間切り替え。サント HQ よりガーゴイルリーダー、今だ。ガーゴイル隊電気。バベル、バベル、バベル。敵ゆえ。ガーゴイル3、バベル了解。バベル了解。旋回している。どういうことだ。軌道エレベーターに向かっていく。高度が安定している。誰が操縦しているんだ。大佐ではないだろう。乗っているのはハーリング氏だけだ。マザーグース1、応答せよ。ミスターハーリング、応答してください。護衛対象に逃げる気がないんじゃ守りきれないぞ。落ち着け。仕事は何も変わっていないぞ。戦闘に集中しろ。ミスターハーリング、私たちは諦めませんよ。マザーグース1に UAV が取り付いたぞ。トリガー、行くぞ。撃墜しろ、命じたい。急げ。作戦時間残り1分だ。マザーグース1、180度反転し戦闘空域を離脱せよ。マザーグース1、ミスターハーリング、あなたが操縦しているのですか。アーセルバード、リバティ、ウェイポイント2通過。メッツ、メッツ。なんてこった、マザーグース1が撃墜されたぞ。ミサイルはどこからだ。メイジ2のミサイルだ。大違いだ。味方機のミサイルが当たったんだ。
今情報を収集中だ。憶測は慎め。味方の誤射だ。俺が見た。マザーグース1は空中で爆散した。生存者はいないだろう。ミサイルから自動エレベーターを守ろうとしたようだ。エルシアで英雄を殺しやがって。エイジはトリガーなのか。一番近くにいたのはトリガーだ。 UAV は護衛対象にしつこく絡んで。はっきりしろ。間違いがあったんだろう。アーセナルバードが作戦区域に到達。電気撤退急げ。トリガー、君はしばらく出撃できない。理由は分かる。ハーリング元大統領救出作戦は失敗した。彼の生存は絶望的であると言わざるを得ない。トリガー、君には元大統領殺害の嫌疑がかけられている。査問を受けることになるだろう。残念だが軍法会議になるかもしれない。